さあ、お呼びいたしましょう。東京ヤクルトスワローズ、つば九郎です。拍手。さあ、始まりました。おじみ3回目の安全に会えます。元気新しいつば九郎、ありがとうございます。さあ、3回目、あ、3回目はどういうところだ。ここに、はい、お席を残します。つば九郎15時だから、みんな知ってるからこれ言わなくても、よろしくお願いいたします。さあ、とりあえずお客様がご存知かと思いますがですね、今日はカープのラッキーと田中康介の誕生日でございます。敵ながらおめでとうございます。そして午前中におめでとうのメールをしました。そしてバースデーホームランなんていらないからと言ったら、からお昼に返信メール、ありがとう、ホームランを打たないから安心して、なぜなら今日は中止だからなるほど、というわけで3年生のね、今日は台風ということで中止なんですよね。ボミ使っていただければ、おさらにいいかなんですか。康介君おめでとう。次回江戸に来た時パトロールだね。あ、パトロール一緒に行くんですか。なるほど。隣は、となりましたと、めでたしめでたしでございます。なるほど、その仲いいんですね、田中康介君ね。なるほど、パトロールにね、まあでも今、首位で争うところだから、ちょっと仲良くね、ちょっとギリギリのラインでお願いします。ね、ギリギリのラインで。はい、というわけでございまして、本日3回目の質問トーク、皆様からのですね、質問、何でもいいです。家電のことでもいいですし、普段のプライベートのことでもよろしいので、何でも質問してください。早速答えてまいりましょう。質問あるから、はい、じゃあ一番前、はい、どうぞ。今度父親が70歳なのでお祝いあげたいんですけど、何がいいと思います。なるほど、父親が今度70歳になりますと、ということでプレゼントしたいんですけど、何がいいかと。今日はね、ヨドバシにいますからね、いろんなものがあると思うんですけど、つば九郎70歳の、あ、すごい、なんか虫ありまとるはい、ボイスレコーダー、ボイスレコーダー、なんでボイスレコーダーなんでボイスレコーダーなんですか。ボイスレコーダーですって、いりますかね、70歳の人は。ボイスレコーダーで何か話をするのに残しようか。みんなの声を、いや、なるほど、みんなのお祝い声を入れようということで、じゃあちょっと早速ボイスレコーダー買ってみて、じゃあみんなでおめでとうっていうね。あ、それは嬉しいかもしれないです。記念残りますね。はい、こちらプレゼントでございます。はい、他。はい、じゃあ男性の方でいきましょう。はい、ドアラ君が怪我しちゃったんですけど、一言お願いします。ドアラ君が怪我しちゃったんだけど、一言お願いします。親友ですからね、つば九郎。ドアラが怪我しました、一言。一言、いや、そういうことじゃないですよ。一言お願いします。そういう意味じゃないんですよ。何かこう、思いの丈をなんかね、相手に伝えてくださいってことですよ。何ですか一言。いやいや、ダジャレじゃないんだよ。一言じゃないです。まあ一言ですけど、ね、あそこで回転しなきゃいけないからね、ドアラちゃんね。はい、じゃあ、親友なんで多分もう言ってるのかもしれない。すいません。はい。はい、他。はい。じゃあ、はい。僕、スマール。僕、スマール。何ですか、質問。つば九郎大好き。ね、全部ママに言わされてるね。全部ママに言わされちゃってんの。この人誰？え？つば九郎、つば九郎ですね。知って分かってるんですよ。つば九郎分かってるね。じゃあ質問はないのかな。僕のこと好きですかって、つば九郎。ね、まだね。2歳。はい。はい、2歳。はい、大好き。はい、よかった。ね、将来ヤクルトの選手になって活躍してね。ね、頑張ってね。よかった。サインくれ。なんで畠山のサインなんですか。畠山じゃないでしょ。体型似てるけどね。畠山さんからだよ。はい、ありがとう。ありがとう、すみません、つば九郎聞いてるね。はい。はい、他。はい、じゃあ、後ろ男性の方いきましょう、男性の方。あ、手挙げてる、はい。ウォークマンか iPod を買う。今、ウォークマンってあるんですかね。ウォークマン、いや、バス好きだな、つば九郎。1位の回から誰も手振ってないじゃないですか、バスみんなだ、よいしょ、はい、油断しちゃダメ油断しちゃダメよ、みんな誰も手振ってないですよ、はい
ウォークマンか iPod？ 何にしようか悩んでるんです。迷ってる。どっちがいいですか？ウォークマン、今ウォークマンってあるんですか？あ、あるんですね。ごめんなさい、ここ失礼します。ウォークマンか iPod、どっちがいいですかっていう電化製品の悩みですね。さあ、どちらでしょう。はい、ウォークマン、ウォークマンにしてください。決まりましたね。この後買うんですね。ありがとうございます、本当に。さあ、こういう質問いいんでしょ、こういう質問でいいんでしょ、全然。はい、いいんだよ。なんかあります？はい、筋肉マンはウォークマン、ウォーズマン、違う、ダジャレいらないですよ。筋肉マンはウォーズマンって、筋肉マンは筋肉マンだからね。筋肉マンでいるのはウォーズマンね。はい、じゃあ、はい、すいません、ウォーズマン買ってくださいね。はい、他。はい、じゃあそちらの手高くかけたい女性の方。はい、いや、バスいいからもう。あ、手振ってる、手振った、よかった、よし。いやいや、中学生じゃないんだから手振ったらワンポイントじゃないんだよね。質問あるのかな、質問は。はい、女性の方、どうぞ。風呂が選ぶヤクルトのイケメン選手ナンバーワンは誰ですか？イケメンおるからね、スワローズは。さあ、ナンバーワンは誰でしょうか。はい、結局ね、今回も1位なんですけどね、山田選手ですね。はい、さあ、リアルに結構書いてますね。さあ、スワクロが選ぶスワローズのトップ3。1番、1位は86様、宮本浩次。そして2位が、川端選手。そして3番が坂口選手。おお、いやいやいや、バスに反応して、バスに反応したら大変だよ。ほら、もうずっと通るんだから。ちなみに、どなたがナンバーワンですか？畠山選手。畠山選手がサイン書いてくれ。つば九郎、意味が分かんない。なんで畠山選手がサイン書いてくれ。はい、よかったね、得した。はい、ほか。はい、よろしく。あ、じゃあ後ろのつば九郎持ってるから。はい、つば九郎のリーゼントが大好き。はい、つば九郎何度買ってもついてるので、はい、今良ければちょっと見せてください。つば九郎のリーゼントが大好き、何個買ってもついてなくて、今見せてもらえますかっていうことなんですけど、リーゼント見せてもらえますか？それは断る。それは断る。プレミアなんてそれは見せられない。あ、落ちたらダメです。大事、大事。スワクロの見せるとね、なかなか見せてもらえないですけど、さあ、はい、君だけに後から見せる。あー、ポイントやったー。後から見せてくれるって、それでいいですか？あ、特別だ。いやらしい、いやらしいな、手つきがいやらしいです、スワクロ。後でじゃあ個人的にね、場所はどこだか分かんないですけどね、どうぞ期待してください。はい、他前の方の方だったら、あ、後ろの方。あ、じゃあ、あ、じゃあ、変えてるの。はい、男性の。はい、どうぞ。今年のヤクルトは何位ですか？今年のヤクルトは何位ですか？もうあれですね、後半に入って、もうそろそろ順位がもう見えてくるのかな、これから。今年のヤクルトは何位ですか？飲む方？違う、飲む方じゃないです。やっぱりリーグ戦ですよね。リーグ戦、これはもう、これはもう、いやもういいから全部これは。ラグビーじゃなくて、ヤクルト、いやもう切りない。今から切りないよ。もうバンバン来るから、行く前だから。切りないよ。パトカー呼ぶよ。早い。パトカー呼ぶ。さあ。目指すは CS。 いや、謙虚ですね。僕は優勝で CS ね、いけると思いますよね。頑張ってもらいましょうですって。納得いきますか？はい、大丈夫ですか？じゃあ、はい、どうぞ。あ、それやめてもらう。はい、はい、はい、すいません、どうぞ。はい、他。こっちの方聞いて。じゃあ、順番の方。はい、どうぞ。どうぞ。はい、見てください。はい、なるほど。つば九郎さんの強いメンタルを持つにはどうしたらいいですか？つば九郎さんのように強いメンタルが欲しいんですね、今。なるほど、強いメンタルが欲しいんですから、どうしたら強くなりますか？
まずいでしょ。あ、これはね、結構皆さんにも役立つと思うので、スパクロにお答えいただきましょう。はい、あまり、周りのことをあまり気にしない、これが一番です。できますか、できますか、周りのことを気にしない。はい、じゃあね、はい、周りのこと、はい、これはもう大事、皆さん周りのこと気にしないで頑張ってください。はい、他は、はい、じゃあ、はい、どうぞ。はい、つばくろ、夏バテ防止は何が一番いいですか。夏バテ防止、これはね、いろいろあると思いますけど、さあ、夏バテ防止は表に出ない。引きこもりがダメよ、引きこもりダメよ。めっちゃ笑ってるけど、はい、じゃあ外に出ないようになるんだけど、はい、はい、他行きましょう。はい、じゃあ、つばくろ持ってる、はい、はい、なるほど。一人暮らしを始めてそろそろ1年になるんだけど、そろそろ飽きちゃったんですけど、どうしたらいいですかって言ってますね。1年で飽きちゃうんですか、一人暮らしが。さあ、飽きた場合どうするでしょう。さあ、つば九郎、はい、その日暮らしにすればいい。もう投げやりでございます。飽きちゃってるんですよね。つば九郎、ちなみに一人暮らしですよね。一人暮らし全然飽きないですよね。飽きた、飽きた。あ、じゃあ2人で暮らせばいいじゃないですか。じゃあね、ちょっとあのその日暮らしをしてください。はい、はい、他質問ある方、質問ある方、はい、じゃあこちら、はい、お母さん、はい、質問書いてきました、つば九郎。いや、興味示して、つば九郎。ピッチャーの立山さんはお元気でしょうか。つば九郎さんのサイン入りボールをかぶっ、あ、帽子、サイン入り帽子をかぶってきました。感想ですね、これ。まあでも、立山さんはお元気でしょうかっていうね。あ、ありがとうございます。ちなみに、山田哲人のファンです。かわいい。はい、ファームで投げてますよ。はい、ファームで投げて、はい、頑張ってます。嬉しい、ありがとうございますね。ファーム情報がなかなかね。はい、お母さんがよろしくって言ってましたから、立山さん、はい、はい、ありがとうございます。はい、お帰り行きましょう。はい、じゃあ、お嬢ちゃん、行こう、質問。つば九郎の尻尾に今日は何がついてるんですかって、昼間も見せたんですけど、昼間。さあ、つば九郎の尻尾に何がついてるんですか。さあ、はい、昼間にいた人に聞こう。いやいや、後ろ向いてあげればいいじゃない。後ろ向いてあげればほら、何がついてるか見えるから、ほら。はい、昼間ね、その質問あったんですよ。はい、さあ、後ろに回れって。いや、つば九郎が動いて、後ろ回れって。あ、つば九郎動いて、はい、動いて、ほら、見えた、見えた。鬼がついてます、鬼がついてます。はい、こっちのつば九郎、こっちに水、水たまりに入ってる。はい、つば九郎、ありがとう。あ、途方に暮れちゃった、つば九郎。つば九郎、こっちこっち戻って。戻ってください。はいはい。ありがとうございます。じゃあ、つば九郎、それね、ちょっと書いていく。あ、なんか最後に書いていく。ね。お父ちゃん、ヤクルトの方好き？かわいい。ね。質問って言ってないで手当てちゃったね。はいはい。はい。ありがとうございます。さあ、他行きましょう。他行きましょう。じゃあ、はい、どうぞ。はい。お、つば九郎さんは仕事をサボれたらどこに行きたいですか。なるほど、今日は仕事をサボってつば九郎に会いました。もうバスいいから、つば九郎。つば九郎さんに今日仕事サボって会いに行きましたと。つば九郎さんはもしサボれるんだったらサボって何しますかっていう、これはいい質問ですね。これはつば九郎の奥底の願望かもしれませんね。さあ、サボれない。まあ、もうチームのためにつば九郎がね、サボってたらチームがね、負けてしまいますから、これはサボれないです。はい、さあ、つば九郎は分かりますよ。はい、監督と HC が怖すぎる。なるほど。怖いんですって。やっぱサボっちゃダメなんですよね。社長とか怖くないですか。いや、仕事戻れるんじゃないですよ。ね、今日はね、休みいただいたんですよね。サボったわけじゃないんですよね。はい、言葉のあやったやつですね。はい、はい、どうぞ。はい、お菓子質問いきましょう。お菓子質問いきましょう。じゃあ、はい、どうぞ。よく使っている LINE のスタンプは何ですか。つば九郎が使っている LINE のスタンプ。
え、自分じゃないの？自分じゃないんだ。何を使ってるんですか？よく使うスタンプありますよね。はい。さあ、よく使うスタンプは何でしょうか？スマホ結構あれなんですね、スタンプは。え？あんまり使わない。写真が多い。なるほど。スタンプじゃなくて写真を使うみたいです。写真、何写真を送ってるんですか？普通の会話になってきましたけど。ね、スタンプ。はい、どうぞ。はいはいはい、さあ、他質問いきましょう。じゃあ、その後ろに戻ってみましょう。はい。スマクロが1日生まれたい芸能人。スマクロが1日生まれ、これはいい質問ですね。スマクロが生まれ変わるなら、どんな芸能人になりますか？これは願望があると思いますよ、スマクロ。さあ、これ本気で悩んでます。スマクロ本気で悩んでおります。どうしようかな、悩んでおりますね。さあ、本気で誰になりたいか。さあ、誰になりたいか。山田哲人くん。芸能人じゃなくて選手なんですね。なるほど、選手として。さあ、さあ山田哲人くんもやって、何したいですかね。はい、あの声援を受けて打席に立ってみたい。確かに、確かにね、応援団をね、聞きたいですよね。ですって、芸能人じゃなかったら、もう山田哲人の選手でいらっしゃる。はい、はい、続いてまいりましょう。続いてじゃあ一番前、はい、続いて、はい、どうぞ。スバクロが仲いいジャニーズ WEST の桐山紀人くんが、四国四県言えないらしいんですけど、はい、スバクロ四国四県言えますか？スバクロ四国四県、バカにしてるね、スバクロね。地方行ってんだからスバクロ言えますよね。はい、さあ、ジャニーズ系のスローメン行きましょう。はい、はい、今日は会うので教えておきます。お願いします。今日会うんだ、桐山くんに。ああ、そうだ、今日言ってましたね。今日桐山くんに会うんですね、じゃあ。ね、選手はみんなね、広島にいますからね。はい、他、参りましょうか。はい、どうぞ。青木さん大丈夫ですか？青木選手大丈夫ですかね。頭に出てきましたけれども、青木さん大丈夫ですか？さあ、青木さん、大丈夫ですかね。ね、ちょっと試合出てないですけどね。外野手がね、上がってますからね、いっぱいね。まあ、さっき言いました、まつげくるんとなったら OK。 さっき言ったんですけどもね、まつげね、くるんってなってると絶好調なんですって。そうなってると OK ってことは、今もうくるんとなってるってことですね。大丈夫ということです。よかったです。よかった、よかった。もう戻ってきますよ、すぐアップ戦あたり戻ってるんじゃないですか。はい、はい、じゃあ他質問、はい、どうぞ。夏休みの予定を教えてください。これはね、つまくらいっぱいありますからね。ない、夏休みがない。つまくらね、夏休みがないね。球団の文句、あ、球団の鳥居さん、ちょっと休みをくださいとね、休みお願いします。つまくら忙しいんですよ、夏は。書き入れ時なんでね、もうチームも一生懸命頑張ってる時なんで、休みがないということで。はい、これ何のこっちゃ、ないって言うんだよ。はい、他、あ、じゃあ後ろの人のこと、はい、どうぞ。はい、全然バスの音に聞こえちゃって頑張って。山田哲人の選手は何ですか？何？8月16日。え、ごめんなさい、全然聞こえない、全然聞こえない。8月、はい、はい、7月16日ですか？7月16日に彼女が20歳になるんですって。だから20歳になるまでやっといたこと、あ、やっといた方がいいことになりますかってことです。20歳になるちょっと前なんでね、大人になるちょっと前なんですよ。何かこっち来いじゃないですか。こっち来い、20歳になる、あと1週間ぐらい、あと2週間か、2週間ぐらいで20歳になるんですって。この2週間で何ができますか？え、大人になる一歩手前でございますから。ああ、僕ら何をお勧めしますか？まだ大丈夫ですよ。16日。さあ、オールスター系かな。16日は。
興奮しました。はい、少年法が変わる前なので少女 A を体験してダメ、犯罪者だけどダメよねえ、18歳から今度あれになるけども、だからといってそんな経験しなくていい、ダメですよ、つばくろ、そんな進めちゃダメですよ。で、一応これ持っててください。はい、はい、ほか、はい、ほか、じゃあそちらの、はい、こちらの、はい、今日お誕生日なんですけど、おめでとうの言葉が欲しいのと、はい、今日誕生日なんですか、おめでとうございます。で、誕生日なんですけど今後の私の目標を決めてくださいって、自分じゃなくてつばくろに決めてもらうらしいです。今後の目標ですって。さあ、目標は何でしょうか。さあ、はい、質問コーナーだよね、これ。そう、質問じゃないんですよ、これ。僕が決めてくれって言われてるんですけど、質問じゃないですね。でもなんかね、目標、人の目標を人が決めるって初めて来ましたよね。さあ、何かありますか。ラストした、飽きちゃった飽きちゃったな。ちょっと、どこか広いところ行くか。はい、はい、じゃあ、つば九郎さん、はい、おめでとう、つば九郎。静かに静かにさせる、ほら、つば九郎気になっちゃってしょうがない。目標静かにさせてもらっていいですか。すぐ達成できるかもしれないですけど、お願いします。さあ、もうそろそろかな。はいはい、じゃあ、はい、じゃあ、うちは持ってる、はい、来週、水着姿を初めて送れる。はい、宴のお手入れはどうしてか。来週、水着姿になると思いますけども、無駄毛の処理、つばめに無駄毛の処理があるのか、つばめに無駄毛があるのか、そうなんですけど、処理、はい。さあ、つば九郎はね、いろいろ何でも答えてください。はい、無駄毛のものはありません。無駄毛はないんです。そうですね、どっか無駄毛だと思ってたんですか。逆に言えば、はい、無駄毛はございません。まあ、水着姿をね、反応してください、夏にね。はい、はい、じゃあ、はい、どうぞ。はい、はい、これでちょっと子供がちょっとうるさい。あ、夫婦揃ってファンなんですけど、主人が痛風で今日来れない。何これ、ね、元気が出る言葉をくださいとね。これも質問じゃないですけど、はい、痛風な主人に一言お願いします。痛風で痛いからね、痛風は元気ないですから、贅沢病って言いますからね、はい、ハッピーバースデー痛風、じゃあ違う、ハッピーバースデー痛風じゃないですか。そんな、じゃあまあちょっと痛風生まれた日ということで祝ってあげてください。はい、じゃあラストいきましょう、ラスト。はい、じゃあ女性の方で、はい、早かった、はい、はい、来年社会人になるんですけども、何かアドバイスありますか？はい。さあ、つば九郎、社会人になる。あ、はい、なんなくなる恐れもあるよって。社会人になれないかもしれないよって。もしかしてダブルかもしれないよっていう、失礼なこと言うんじゃない、つば九郎。卒業できますよね。できます、できます。第4でダブルがやばいです。できる。はい、油断大敵だから気を引き締めていけと言っております。いいこと、もう気を引き締めてください。はい、はい、おでんたい焼き、違う油断大敵について、ね、もうやる気ないでしょ、つば九郎。もうダジャレばっかりになっちゃってる、ダジャレ。はい、はい、じゃあ以上ですかね。はい、以上をもって、質問コーナーを終了したいと思います。ありがとうございます、つば九郎。さあ、そんなつば九郎からですね、皆さんにプレゼントをございます。つば九郎から今日は T シャツのプレゼントです。こちらの2枚切りの T シャツでございます。こちらどこ行っても売っておりません。これつば九郎が今日持ってきてくれました。これをなんと皆さんなら5名プレゼントしたいと思います。さあ、つば九郎、どうやって決めますか、この5名を。
か、こちら、ね、初めて聞く方はあれですけど、大砲でいつも球場にボーンと出てる中に入ってるものです。はい、なかなか手に入らないものです。さあ、今日はどうやって決めましょうか。はい。ロシアから来た人、サッカー見終わってすぐロシアから来た人、本当に本当に嘘かい。嘘つきましたよ。怒りますよ、皆さん。ロシアから来た人は今いなかったですね、さすがに。ね、飛行機には間に合ったかもしれないね。はい、イヌイさん。イヌイさんっていう名前の方、2ゴール決めたイヌイさん、いらっしゃらない。イヌイさんいない。次はそうなると、そうですよね。大迫さんっていう方いますか、大迫さん。ヘディングシュート決めた大迫さん、いない。いないか、じゃあ誰いますか。さあ、ハリルさん、いるわけないでしょ。いるわけないでしょ、そんなの。ホチッチなんていないですよ、そんなの。はい、どうしましょうかね。他、何かあるんですか。はい。さあ、あ、なるほど、遠くから来た人。一番遠くから来たと思われる方は本州以外の方、本州以外、どちらから、宮崎から。あららら、宮崎から。他いますか。他いない。宮崎より私遠いよって方いない、いない。はい、じゃあ、はい、プレゼントだ。はい、うわぁ、ありがとうございます。ありがとう。可愛いね、よかったね。そのサイズになるまでは相当かかるね。フリーサイズだからね。はい、つば九郎ちゃん、あと残り4枚あります。どうしましょう。さあ、じゃあこれはもうじゃんけんでございます。さあ、じゃんけんしましょう。相手と負けは皆さん手を下ろしてくださいね。勝った人だけ手を残す。大丈夫、お子さん落とさない、お子さん落とさない。なしかし。はい、というわけでございまして、以上プレゼントコーナーでした。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、本日のトラブルですね、3回とも終了でございます。そしてつば九郎からの特集がございます。つば九郎ですね、この、6日、7日、8日は名古屋ドームに行きますので、ぜひとも名古屋ドームの近い方に行ってください。そして9日は静岡です、ね、静岡でつば九郎行きます。で、10日、11日と神宮球場なんですけども、11日のつば九郎デーですね。つば九郎デーがありますので、こちら若干まだチケットがありますので、皆さん来いよって、皆さん来いよ、そして友達誘って来いよと、宣伝しろよと言っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そして12日が、フレッシュオールスターが青森であります。そして13日、14日が京セラと熊本でオールスターがありますので、もういいけど頑張ってね、つば九郎。みんな頑張ってってね、頑張れって。いや、全然じゃない、全然じゃない、ダメだ、応援してるんでね。はい、ぜひとも皆さん見に来てください。というわけでございまして、本日の資産トーク以上で終了でございます。つば九郎でした、ありがとうございました。今日そんな高くないでしょ、ここ。そんな高くないよ。おぉ、危ない危ない、もうちょっと行ける。いや、いつもより低いから、ここ。いや、行けるでしょ、行けるでしょ。あ、見えた、鬼が見えた、鬼が見えた。はい。よく欲しいやって。はい。はい、つば九郎、ありがとうございました。はい、というわけでございまして、つば九郎、スタントークでした。ありがとうございました。また今回お待ちください。ありがとうございました。